喜びも知らない僕らに見かねた神様の言うことが命を宿してみたんだと粗末なものだな。これは感情というのか、この痛みは愛というのか、そしてこの満たされない感覚を空腹と呼ぶようでした。生きるためなんだ仕方ないよな。味付けはどんな夢がいいかな。